はい。こんばんは。どうしようかいます。ではね、本日はね、えっ、ー、と、ちょっと決算でね、気になる銘柄というところをね、見ていきたいと思うんですけど、まず一つ、マブチモーターっすね。これはちょっと何故こんだけ下がってんだろうっていうのはあるんですけれどもね。うん。いいと思ったんですけどね。うん。こうたごとに見ても、も全然伸びてきてるし、 まあ特にここは川西のね、駅もあるかなってところはあるんですけれど、ちゃんとね、着実に営業域も伸ばしてきてるなというと、まあ救急でね、確かにちょっとここは気になるところかなとあるんですけど、まあちょっとでも売られすぎなんじゃないかなと思うんですよね。このね、北浜さんのね、ところにも書かれてますし、うん。どこだ、真口モーターね。うん。 なんかそんなに気になるところはないかなとは、はい、思ってるんですけど、これはまあちょっとね、買っていきたいんじゃないかなとは思ってます。あとね、まあ本当は富士通とかもね、ちょっと売られすぎてんじゃないかなと思ってるんですけど、2801。2801ですね、キコマン。まあここも、まあ極、極端にいいかっていうと、そうではない、まあ着実に来てるっていうところと、まあね、今日、 為替介入あったかどうかっていうところでね、まあ、円高がね、進んできているもののですね、まあ、売り上げのほとんどがね、もう海外というところで円安尊敬は受けてくるかなというところなんですよね、結構まー、あ、うん。まあ、なんでここら辺もね、ちょっと面白いかなと思ってますし、まあ、食品系で言えば、まあ、ま、あどっちかって言えば東洋水産丸、ま、ちゃんの方がね、うん。結構動きはいいですよね、丸、ま、ちゃん。えー、 日清食品はね、えー、っと、289なんです。日清食品はね、ここはいいと思うんですけど、なかなか、なかなか来ないですよね。うん。なかなかちょっと重たい。やっぱね、信用しこって。あれがね、やっぱ余計なね、分割なんですよね。これ本当に。うん。まぁ、あ、ちょっと上がってきてるんで。 まあ、ここはね、ここも確かに売られすぎだと思ってるんですけどね。まあ、ちょっとバリエーションのところで、どう評価されるかってあるんですけど。うん。まあ、ぼちぼち判定にしてもいいんじゃないかなと思ってるんですけど。まあ、キッコもね、良かったかなと思います。で、最後ね、日本エスコンですね。うん。これはね、ちょっと私がもう動画で紹介している中で最初から取り上げてた、銘柄、新月ポリマーと同じくぐらいですね。まあ、なんでこのあたり800円ぐらい。 ま、結構いい買い場だったんじゃないかなと思ってますし。まあ、ここはもう長期でね、ほっとけでいいと思ってるんですよね。まあ、とは言いつつもね、私も1000円のここでね、ちょっと一旦、あの、売っちゃいましたと。で、この決算見てまた新たにポジション作っていこうかなと思ってまして。で、チャート的にはこんな位置です。で、まあ、過去から見てももう高値圏のところにいるんで、まあ、ここからはね、あとドーンと上に行くだけかなと思ってるんですけれど。 まあ4.69ありますしね。まあ配当が下支えするっていうところと、あとホテルもね、やったりとか、いろいろやっていってるんですよね、ここ。うん。で、あと北海道のね、エスコンフィールド、やってますし。まあラピダ尊敬とかもね、浮きやすいんじゃないかなと思いますし、で、なおかつ、バックにね、チューブ電力、いますから、この辺りがね、強いですよね。うん。 というわけでね、ちょっとね、日本エスコンね、面白いかなと思いますし、まあ累進配当だ、類似ハイトもやってるんで、減配リスクっていうのが少ないですよね。というわけでね、日本エスコンも、私はいいかなと思ってます。で、ここからね、ちょっと、まあ、違うところなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、違うところって言ったらあれですけどね。まあ、まずはね、えっ、ー、と、一つ。 来るんじゃなないかなと思ってるんですけど成功電気ですねうんまあここ決算が出てうん26%増益情報収支最高益更新と PTS がねあんまり反応してないんすよ、うん、かなりいいと思うんですけどここ6653 で、アイフィス見てみるとね、ファーストクォーターで48%。まあ、このあたりが多分、もしかしたら何か言ってくるかなと思うんですけど。うん、まあでも、成功電気ね。まあ、これ、あのー、20年2月期の、12月期の決算なんですけど。うん。まあ、電源関係とか、かなり、成功電気伸びてくるんじゃないかなと思いますし、電力伸びてきてますよね。うん。 でここね、博多のペ、ね、ンところにもありますしね。会社が。スマタウン電力。九州電力。交番。まあ、このあたりじゃないですかね。でも、やっぱり。成功電気といえば。うん。蓄電池もね、あるしと。で、まあ結構ね、配当もこうやって見ると伸ばしてきてるなと。 記念杯がここにあるけど、ま、あ着実にね、うん、1、2、3。こっから見ると、今、1、2、3、4。うん、伸ばしてきてると。成功電気もね、あのー、面白いかなと思っておりますと。で、あとはね、あのー、まあ、ちょっと、無難って言ったらあれですけれども、三者電気っすね。 ま、あここは何を隠そうえっ、ー、と、6 8 8 2三射電機三菱重工っすよね。うん。三菱重工9%弱ぐらいで株主を持ってるというところでございましてで。で、まあね、リチウムイオン電池とか、うん。やったりとかしてるし。あとパワー半導体ですよね。うん。 ちょっとね、パナのね、決算が、確かいまいちかなっていうところだったんですけど。まあ、三者電気、この辺りもね、多分、うん。成功電気いいんだったら伸びてくるんじゃないかなと思ってます。うん。で、ちょっとね、今、押し、買いま、買い目の位置としてもいいんじゃないかなというところで、もうちょっとね、落ちてほしいなっていうのがあったんですよ。この辺りまでね。うん。ちょっともしかしたらわ、もう、 一回で落ちる可能性もあるんですけど、まあ、決算まで待つかな。うん、まあね、またぐのはリスクがあるので、やっぱりね、なんだかんだ言って。まあ、ただ、成功電気とか、いろいろ見る限りいいんじゃないかなと思ってるんで、まあ、一旦ね、打診で入って、見るっちゅうのもね、手かもしんないですし。まあ、バリエーション悪い,いしね、まで割りやすくあると思いますし、利回りもね、うん、3.3ぐらいありますしね。 で、えー、っと、よりしふさいバーうん。いいんじゃないですか。現金もあるし、と。いうところでね、三種電気。面白いかなと思ってます。あとはね、最後に放電精密ですね。ここはね、結構ネタがあって面白いと思ってるんですよ。で、ここもね、あの、三菱重工業、えー、系に、えー、っと5、5%超えてなってますし。で、今ね、なんでか知んないけど落ちてきてるんですよね。 うん、75日。これまたこっからね、上に行くとは思って見てるんですけど、なんだって三菱重工っすよ、ここ。で、まあ、直近の決算が悪かったかというとそうでもないんですよね。上振れ着地今期、今季95%。なんかちょっとね、悪意を感じるような下げ方かなとは思ってるんですけれども。 ほうね、精密。だってここ事業分野もね、幅広いんですよ。航空中やる、やるでしょと。エネルギーもあるしと。いうところなんでね。三菱重工のね、恩恵をかなり受けるとこかなと思ってます。というところでございます。はい。まあね、ちょっとこの中でも、ま、ブぶちモーターはね、ちょっとリバー狙えるんじゃないかなと思ってるんですけど、エスコンとかに関してはそんなにね、急激に 上がっていくっていう銘柄でもないので、まあ、まあね、気長にね、あのー、配当と、まあ、優待は確かね、1000株以上で高カードが1年以上で確かもらえるので、まあ、気長に持っていってもね、いいんじゃないかなと思います。ここ、国内だけじゃなく、まあ、北海道やってるし、で、あと、タイとかハワイとかね、えー、っと、やったりしてるんで、海外もね、 やってますし。で、賃貸も今やってるし。で、就活のところ、終わりの方の就活のとこもやったりしてますし。で、3D プリンターのね、えー、っと、ちょっと名前、セレンディ、セレンディクスかな。にもね、投資したりとかいうところで面白いと思ってんですよね。まあ、デベロッパーの中でもかなり手広くやってる印象はありますね。あの時価総額で、自主部電力がバックにいると。で、キッコーマンはね、やっぱ円安、恩恵を受けるとこかな。 で、成功電気、三者電気、放電精密。まあ、これはね、いいと思ってるんですけどね。はい。というわけで、以上になります。